皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もですね、ザ・クルー2遊んでいきたいと思うんですが、どうやらアップデートが入ったみたいで、見た目がいろいろ変えられたんですよね。見た目というかキャラクターか。で、このヒゲもじゃのおじさんにしてみたんですが、ちょっとごついな今回もですね、ドライブしていきたいんですが、今回はこちらのランボルギーニディアブロ GT かな、こちらでドライブしていきたいと思います。はい、ということでこちらはバンドルだったかな、結構割り引いた価格で購入できたので、とりあえず買ってみたんですが、スーパーカーですよね、ランボルギーニ。あ、でここだとシザーズドアでしたっけ、これが開けれるかな。はい、おー、かっこいい、これいいですよねこっち側もせっかくなんで開けてみようかな。ウィンドウとかも開けれるんですね。これドライブ中も開けれたらいいですよね。開け閉めできたらいいんだけどな。はい、おー、いいですね。これでよいしょ、こんな形でだいぶ視点が近いな。メーター系も非常にシンプルな感じですね。あ、ワイパー動かせるんだ、この時。一本だけなんですね、ワイパー。あと、クラクションか。なんか、アップデートでクラクションも追加されたのかな。課金クラクションみたいのあったんで、それ入れたんですが、鳴らしてみよう。ひどいな、これ。エンジンもスタートしてみるか。うわ、いいエンジン音。これはいいですね。これ閉めれるのかな。ああ、いいですね。このドアの開け閉めしたいな、運転中これできるんだったらやりたいですよね、ドライブ中とかも。かっこいい。とりあえずどっか適当な場所を選んでドライブの方してみましょう。家の外出たんで行きましょうかいいですね。体勢がだいぶ、こんな体勢なのか。腰痛めそうだな、これほぼ寝てるような感じですね。行きましょうか。音がいいですね。警笛だな、やっぱ。それ他のにしようかな、後で。まあいいや。あ、H シフターでいけるのか。とりあえず自宅。まずはロサンゼルス市内行ってから、東の方を向かっていくか。夜になっちゃいましたね。あ、いいですね。おー、危ない。あ、でも思ったよりも静かな感じのがエンジン音は。加速がいい。危ない。あ、でもすごい静かですね。前のフェラーリの方が F40 か。あれはすごい音だったけどな。危な。飛ばし目でいきましょうか。これで200キロぐらいか。おー、危ない危ないぶつけたくないな。ここ綺麗ですよね。あー、すごい。あー、危ないひどいな、これ音がひどい。あー、怖い。夜が明けてきましたね。
ここら辺は空いてるんで、ちょっと飛ばし目に行きましょうか。車体が重いのかな、すごい安定感がある。ちょっと逆走危ない、失礼失礼そっち側行きたかった、道間違えた。わあ、車線変更してきたあ、危ないな、こっち側が飛ばしてるから悪いけどこの視点でも行くか。いやでも横幅結構あんな、街乗りは大変そうですね。あ、ここ、こっち側から行こう。あー、かっこいいな。あー、でも外の視点だと相当音しますね、やっぱり。爆音だな。怖い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 。めちゃくちゃ安定してる。山が綺麗だな。あの山登れんのかな、正面の山。あれ登りたいですね。結構高いな。おー、すごい。あー、このもやの感じいいですね。ここら辺もうちょっと先まで行けるか、次ぐらいでハイウェイ降りましょうか。あー、ここいいな。あの山行きたいな。あれなんて山だろう。あ、そこになんか道ありません？ここ危なっこっち行くか失礼。わー、すごいなこれ、楽しそう。おー、こうちょっと離島な感じでいいですね。これはあれは火山か、草木が生えてない。いやー、いいですね。うわー、もやがすごい。ここら辺なんかあんのかな。こういうとこいいな。なんだ、あの上までは行けないっぽいですよね。道なさそう。道なき道を行かなきゃいけない感じか。あ、結構高いとこまで来てますね。わー、ちょっと待って。どっか展望台みたいのないの、この辺り。すごい。あ、ここら辺ちょっと止まってみるか。あー、すごいな、眺めがいいドヤ顔だな主人、この主人公キャラドヤ顔ですね、ちょっといやだな。あ、雨降ってきたかも。こういうとこ止まった時にこう窓とかドアとか開けれるといいんですけどね。あ、雨ですね。危ない。雨の中ドライブしてみましょうか。うわ、すごい暗くなってきちゃった。かなりお天気荒れそうですね。もう夜なのかな、これ。まだ夜じゃないとは思うんですけどね。暗い。雨の中飛ばしてみるか。あー、見えないダメだこれ、視界悪日も暮れてきちゃったんでかなり視界悪いですね。これは飛ばせないな。あー、降りてみるか。一度降りて、どこ行けんだこれ。あー、ここで左行きましょうか。おっと危ない。ちょっ
とした田舎道来ましたね。どこだろう。わあわあわあ、面白い場所だな。あ、晴れてきた。まだ夜じゃなかったですね、やっぱり。なんかいたぞ。わあ、ガタガタしてんな。かなり道の状態が悪い、この辺りは。ああ、なんかいる。鹿がいましたね。雨止んだ。これはかなり田舎道ですね。この道はどこへ行ってんだろうか。橋がある。おっとなんか嫌ですね、この音。めちゃくちゃあそこ擦ってそう。あ、なんかありますね。屋上かな。ウェルカムって書いてある。入れんのか。あ、入れますね。農場かな、牧場か。柵がやたら高い。お邪魔しまーす。なんかある。結構奥まで入れんな。西部劇に出てきそうな馬車の後ろの部分、2車かありますね。こっちが前見えてんのがグランドキャニオンとか、こんな感じですよね。うわー、飛ばそうあれは飛ばしがあんな。ここいいですね。あー、危ない。あ、対向車いったうわー、何にもない。よいしょ。ここは気持ちいいな、かなりね。もう下道だからな、気をつけないと。先が見えない。お、ちょっとした町あんのか。踏切もある。すごい綺麗な場所ですね。はい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 。おっと、そこそこすりたくない町に来た。危ないな。なんだ今の車。ホーン鳴らしたらビビるかなあ、これホーン鳴らすときヘッドライトが上がるんだ。怖いあ、こんな感じになるんだ。これいいですね。パッシングじゃないけどできるんですね。飛ばしてこう。危ない。あ、ひどい。やっぱトラックとかがあれですね、信号機なぎ倒してるまあいいや、ほっといていきましょう。ホットドッグ、ハンバーガーか。これドライブインがある。ここら辺荒野ですね。アリゾナとかニューメキシコあたりかな。あ、荒野も飛ばせるからいいですね。結構ランボルギーニもいろんな車種があるんで、お金を課金しなきゃいけないけど、ちょこちょこ集めてきたやつね、セールとかへ出たら。よいしょ。あ、直線ですね。飛ばしてみるか。これで、あー、ダメ危ない。もうちょっと直線ないと300以上出せないですね。また小さな町かな。うー、怖っ。例えば今日は1回もまだプレイヤーと会ってないなロサンゼルスとかでも会わなかったですね。まあすぐかな。雨止んだ。お、
プレイヤーかいましたね。プレイヤーいた。戻ってくるかな。どこ向かうんだこれ。とりあえず北東方面には向かってる感じがするな。あ、なんかいた。ライダーいますね。あ、追いつけるかなこれ。頑張って食らいついてみるか。早いですね。急に出てきた。おお、すごい飛ばしてる。あー、ぶつかる。やらかした。やっぱバイクには追いつけなさそうだ。くねくねしたところは厳しそうですね。まだいるかな。怖い。せめてナビがないと分かんないですね、先がどうなってるかが。あー怖い。もう行っちゃったかな。次回はまたバイクでツーリングしようかな。ここまだ乗ってないバイクもいろいろあるんで、それでツーリングしたいですよね。久々にでかい街来ましたね。ダウンタウンは右側にあるんだ。このまま北の方を抜けれるか。おー、失礼。この本のやつもどんぐらい増えるかが楽しみだな今後。最悪ですね。迷惑すぎる。迷惑すぎるなこれ。なんだこれ、十字架、巨大な十字架があんな。これ初めて見た。慰霊碑かなんかかな。これ見たことないですね。あー、すごいですね。慰霊碑っぽいけど。あー、待って、牛がいる。野良の牛がいっぱいいますね。危ない。牛と記念撮影した。牛つながりで撮れましたね。これもいいな。ここはハイウェイなんで飛ばしてみましょうか。最高速チャレンジできるかな。もうちょっと直線がないと。あー、帰んのそれ。何速まであるんだろうこれ。今5速で、うわ、怖っ、怖っ。あー、やばい。タコるタコる。これ飛ばそう。5速。緩やかなカーブかな。360ですね。ここら辺が限界かな。あ、5速までだ。これがほぼ最高速っぽいですね。350、60ぐらいか。うー、怖っ。とりあえず、あー怖い。トラックの右への車線変更がめちゃくちゃ怖い。お、なんか見えてきた。街かな。なんかすごいコースがあんな、ここ。このまま、あー、また車線変更してくる。おー、どこだこれは。家の近くかな。これまた北の方向かっちゃってんな。あー、危ない。すごい面白い形の建物がある。
ここら辺あんま来たことない場所ですね。めちゃくちゃ飛ばしてるけど、とりあえずこの山登ってゴールかな。海とは全然違う方来ちゃった。またロズウェルの標識が出てきちゃったな。戻っちゃったっぽいですね、これハイウェイ飛ばしてる間に。あー、鹿が。今のはプレイヤーかな。なんか木が大丈夫かな。これ道が整備されてないぞ、この辺りは。登ってきたかな。すごい風力発電機はいっぱいある。あはははははは、牛がいっぱいいる。あ、ここら辺が頂上っぽいですね。下ってっちゃうな、この先行くと。なんか展望台みたいなとこはないのかな。まだ先がある。あー、なんかいろいろあんな。まだ上がってんだ。もうちょい行ってみるか。天気いいですね。また雨降る前にどっか登りて。わー、すごい。あー、レーダーサイトのところか。だいぶこれ戻ってきちゃったんだろうな。あー、これまた西側だいぶ戻りましたね。ぐるーっと回っちゃったんだな。そこでゴールにしよう。なんか最後よくわかんない感じになっちゃいましたね。一回ぐるーっと回ってきた感じですね。あー、でもいい。だいぶドライブ楽しめましたね。あー、ここで U ターンしちゃったのか。こっからぐるーっと戻っちゃったんですね。まあいいや。とりあえず今回はこの辺りで終わりにしときましょう。